ストレートエニアグラム、二等兵の友人です。 T 隊長です。隊長でございます。今日は、お便りのコーナー、タイプ5の方、レトロハイカラ屋さんからメッセージをいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。いただいたものとしましては、ご自身レトロハイカラ屋さんはご自身はタイプ5なのですが、ウィングがどちらになるのか正直わかりませんと、6にも4にも似ている部分があり、あまりどちらにも傾いていないのかなとも思っていますと。ただ診断してみたら4よりも6の方が当てはまるチェックが多かったので、6かなと思っていると。ただまあその6だと思って見ても、4、6特徴を見ても説明が複雑だったので、ピンときませんでしたと。なので初心者でも分かりやすく教えていただけないでしょうかと、初心者に聞いてきてますと。ありがとうございます。申し訳ございませんと。僭越ながらでございますと。で、聞かれたので、もうメッセージで調べますね。で、下記、自分が持ってるエニアグラムの方、エニアグラムの方を調べました。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10冊ぐらい、10冊ぐらいある中で、そのエニア、そのウィングの項目があったのが2冊、たったの2冊ですと、ウィングの項目、なんでもしかしたらそんなにその重要じゃない、なんでやっぱり基本的には自分が何タイプかっていう説明に割いてるものが多くて、ウィングは2冊だけで、2冊だけでした。まあでもこうサブタイプっていうとウィングと本能のサブタイプですからね。ああそうですね。でウィングとしてあったのはこのエニアグラム、あなたを知る9つのタイプ基礎編、ちょっと古い本なんですけども、ドン・リチャード・リソさん、ありがとうございます、お世話になってますと。でもう一冊がエニアグラムでパートナー探しという本でありました。でエニアグラムでパートナー探しという本の中の説明では、ウィングと矢印、矢印っていうのは統合の方向と分裂の方向の説明なんですけども、あなたの性格はあなたの両隣のタイプ、すなわちウィングから影響を受けます。また線で結ばれた2つの数字、これは統合の方向と、分裂の方向からも影響を受けますよと。でこの本ではウィングと矢印の持つ肯定的な特性を自分に取り入れ、否定的な特性を矯正することで変化と成長が可能になりますと、なんでその、ウィング矢印の方向から積極的に肯定的な部分を取り入れて成長しましょうねなんて、なんか自主的にできますよみたいなことが書いてあります。一方、このリソさん、ラスハドスンさんは、ウィングとしては、ウィングを持たない純粋なタイプというのはありませんと、なのでその絶対あります、傾いていないのかなとも思ってますなんですけども、傾いてはいますと、両方のウィングを持つ場合もありますが、大半の人は主なウィングを一つ持っていますと、なんか今ふと思ったんですけど、両方持ってるんじゃないですか、みんなそれぞれが。で傾いてるってことはどっちかが重いってことじゃないですか。で主軸的にはどちらかが強く出ている。そうそう、両方とも持ってるとか、4的な要素も持ってたりとか6的な要素も持ってたりするけど、6をたくさん持ってれば6の方が重いから6に傾くみたいな。ああなるほど。なんでこの、あなんでこの人も当然4も6も持ってる、がそれがどっちに強く傾いてるかっていうところですね。でまあ、その主なウイングということを考慮に入れると、日常生活で認識できる独特のサブタイプができます、レトロハイカラ屋さんはご自身がそのタイプ5だと、なんでも当然ね、ウェブとかで見て、そんな説明見たよって言われるのを100の承知で、100の承知調べてね、ご特有の掘り方で散々掘ったと思いますが、それ見た見た、だってこの2冊しかないんですもんウィングの、で多分皆さんウェブでやってる方も当然こういうのを元に書いてますから、で書いてあったのはその
4のウイングを持つ人というのは、うん、6のウイングと比べると、独特で個人的なビジョンを表現したい、うん、っていう欲求がある、うん、気まぐれで独創的、うん、他者が探求していない本当に自分のものであるニッチを求めます、うん、っていう、やっぱりその特別なものでありたいっていう、ちょっと4っぽさっていう、説明が多分分かりにくいよって、うん、おっしゃるんでしょうね。多分4ってそういう感性とかじゃないですか、はい、なのでそういうひらめきとかそういったものが多分入ってくると思うんですよね。 なるほど5にで、うん、一方6の方というのは、秩序だった詳細な観察により、うん、種々の事実から意味のある結論を出そうとする、うん、協力的で規律があり、うん、粘り強くなります、うん、でもう一つのサブタイプよりも実際的なものに興味を持つ、うんうんうん、先ほどはなんかその、空想とかそうですね、うん、独特で個人的なビジョン、うん、空想とかっていうその芸術に惹かれることも多いとか、うんうんうん、っていうなんか現実的なことよりも、うん、そういう、うん、もう片方の方を掘る人、うんうんうん、で6の方のウィングだと実際的なもの、うん、ビジネスの実際的知識に結びつけることができる、うんうん、と書いてあります。多分そういうところに興味を持つって話ですよね、はい、でまあでも今この現代社会に生きていくと、うんうん、なかなかそのあでも妄想の部分でも、うん、妄想のうんと多分、うん、研究者とかってこの妄想の部分が結構重要だったりするじゃないですか。まあ、取っかかりとしては取っかかりとかっていうのもあるし、はい、なんか研究して行き詰まった時とか、はい、ISP 細胞ありますその言い方だと、あ違うスタップ細胞その、うんまあ、ISP… 山中教授はそういう言い方しませんけどISP 細胞とかって研究してる時に、はい、こう普通にこう研究していくと行き詰まったりした時に、はいはい、そこでこうあるなんかこう飛び越える何かが必要だったりするじゃないですか、はいはい、でそういうのが多分4的な要素が必要だったりするんですよ。なんか発想、もしかして全く違う分野のこれを取り入れたらできるんじゃないかみたいな、ニュートンのリンゴみたいな感じですね。そうそう、あーっていう、あーってリンゴを見て重力を発見したみたいな、はい、みたいなこうひらめきみたいなところが多分、はい、必要になってくるじゃないですか。でそういうのが多分ひらめきっぽいのがそのタイプ4なんですよね。この空想、はいはい、妄想、自分の中にある仮説みたいな、はい、でそれをもとにこう研究していくみたいな、はい、で逆にこう録画になるともっと現実的なところだから、うまくいったデータをとにかく集めるみたいな、なるほどっていうところですよね。そういう違いというか、まあ、これは今話しておっしゃったのは、うん、あの健全な段階のウィングの話、うんうん、で通常の場合だと、うん、この5のウィングが4の場合だと、うん、通常の段階だと、うん、そうですね、まあ、空想的なものに向かいますと、うん、で多くの場合地に足をつけたままでいることが難しく、うん、関心事を追求する中で現実的に疎くなることがあります、うん、陰鬱な禁断のテーマや、うん、心を乱すグロテスクなものに惹かれる、うん、っていうことが書いてあります、うん、で、一方、うん、ウィングが6の場合、うんうん、通常の段階だと人生の重要な人物に強く同一化しようとする、うん、とりわけ内省的っていうわけではなくて、うん、周囲の世界を観察して理解することを好みます、うん、なので、4は有利タイプ、5が有利タイプ、うん、どんどん離れていく人に対して、うんまあ、6っていうのは、うん、融和、うん、なので6の人は結構仲間とか、うん、社会、うん、っていうつながりが大切と思ってる人なんですけども、うんまあ、そのイングが入るとより現実的なところ、うん、観察してって書いてありますよね。あ何入ってはいないかもしれないけど人の俯瞰してこう人の近くにはいる近くにはいるそんな感じって感じことですね、はい、で、まあ、この場を理解することを好む、うん、でもう一つのサブタイプよりも議論が好き、うんうん、で味方が防衛的で強く主張する、うん、自分と意見が異なる人たちには積極的に敵に回す傾向がありますよと、うんうんうん、ちょっとこの6の攻撃的なところ、うんうんまあ、
防衛反応的な、まあ、守りたいがための攻撃というんでしょうか、うん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 、反応が出てるんですかね、まあ、6が入ってくるってことですよね、はい、どうでしょうかと、うんうん、分かりやすかったですかね。でもまあ僕もこのいやウィングを見ていたときに、うんうん、私あのタイプ6だと思っているんですけども、うんうん、やっぱりその6のウィングの説明を見ても、うんうん、やっぱりあ両方ともあるなってとても感じるんですね、うんうんうん、ただまあ皆さんから言われるのは7っぽい、うんうん、こうやって喋ってる様がまあ5ではない感じだと言われるので、うんうん、ああまあ7なのかなとは思うんですけどやっぱり両方入ってるのかな、まあ、って思うんですね。ですね。でこちらの本だと、うん、4のウイングが強いタイプ5は芸術的でイメージ豊か、うん、自己陶酔的、うん、個人的感情に敏感気分や憂鬱、うん、美的関心があります。やっぱりちょっと4っぽいですよね。4説明が、まあ、4の説明、4の説明ですね、書いてあるからそうですね。で6のウイングが強いタイプ5は、うん、論理的分析的知的、うん、勤勉、うん、で、懐疑的、うん、6のことが書いてありますでここで書いてあるのは、うん、まあそういった特徴があって、うん、外界に向かうとき、うん、外に対するときに、うんうん、人は自分の実際のタイプよりもウイングのペルソナを示すことがよくあると、うんうんうん、なので多分私もこうやって人と外に出るときは7のウイングが結構強く出る、なのでそのレトロハイカラ屋さんが外に出るときに6なのか4なのか、うんうん、まあ、外に出るって言ったら6っぽい気がしますけどね。あ、なんで、あ、外界と接するとき、接するときなんで外界に接するときも常に有利だ、うん、あ、外界と接もう引っ込んでる、もう、うん、とことん引っ込むのか、うんうん、一応人の輪のちょこんと外にはいると、うん、ただそこで人の中の人を観察してるっていう立ち位置だともしかしたら6なのかな、うんうん、6っぽい気がしますよね。あ、これ送ってきてくれている段階で、うん、送ってきてるくれてる段階とこうメッセージの内容と、あ、そうですねで6の特徴としては、うん、いろんなのが出る、うんうん、どこでも頑張ってなろうとする、うん、頑張ってなろうとするっていう特徴があったりとか、うん、こっち行って反応して、うん、こっち行って反応して、うん、で動くのも6の反応だと、うんうんよく言われます、うんうん、多分、うん、一番初めに言われた、うん、その主軸はあるが、そう、両方持ってるっていうのが正解なんでしょうね、うんうん、でまあどっちにこう傾いてるかっていうぐらいの、はい、なので多分どっちかじゃないんですよね、きっと。なるほど。4っぽい要素がなくて 6に寄ってるとか、はい、その逆だとかっていうのはなくて、多分両方持ってるんで悩むのは多分当然なのかなっていう、はい、でこの本が言ってる通り、うん、多分4つとつながってる。ウイングがあって、うん、統合の方向があって、うん、分裂の方向がある、うん、でそれのいいところを、うん、いいところを全部全部持ってると思えば、うんうん、ちょっとまあ結局は、まあ、このエニアグラム、うん、多くの本がウイングのことに書いていない、うんうんっていうことを考えると、うん、まあ、4か6か、まあ、別にどっちでもいいのかなってちょっと思ったりしたんですよね。まあそれを言うとタイプどっちでもいいですからね結局とらわれですからね。そうですよ、うん、まあ、結局統合の方向に行くと、統合の方向に向かいましょうって話の時にそんなに、あの、多分タイプ分析とかの時に役に立つのかなぐらいで、はい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 、統合の方向に向かう時、例えば6だったら9とかでじゃないですか、はいはい、そこにはこうあんまり関係してこない、自己成長のためにあんまり使われないのかなっていう結局は、まあ、そうなんです。どのタイプでもいいっていうのは結局全部つながってて、全部つながってて、全て持ってるって話なんですもんね。全て持ってて囚われてるだけ、欠けてる部分っていう話ですよねそう、自分が囚われてそのタイプになろうとしてるだけの話で、はい
そう元も子もない元も子もないですけど、はい、まあ、そういうところなんでウイングはそんなに気にしなくてもいいのかな、あの、まあ、自分が、はい、そう自分がどのタイプかを知るために調べるのはまあありかもしれない、はい、そうですね、うん、でもなんかまあ体調おっしゃるにはまあ、うん、もしかしたらこの6-5で4-6持ってるけど、うん、ちょっと6寄りの6寄り6でいかがでしょうかと6でいかがでしょうかと6でいかがでしょうか会ったこともないけどいかがでしょうかと何か大思いのことがあったら、うん、はい、お送りくださいと、お送りくださいとお答えしますと、はい、はい、ありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございます。